芸能界の闇でございます最近ねダウンタウンのどっちかよく分かんないですけどもどっちかの方が取り上げられて、えー、8年前のことをね、えーまあ、公表されておりますけどもまあまあ私が感じるところこれはあやったんでしょうねしかも女性がものすごく被害を感じるような方法でやったんでしょうね最初は魚心に水心、ね、女性の方にも何らかの意図があったのかもしれませんけども予想を上回る ひどい扱い扱っぷりにどんどんこう逃げ繰り返るものとね自分の女性として一人の人間として怪我された尊厳ってものを痛感してこれは許せないって思ったんでしょうでおそらくこれは証拠の音声があるはずです映像までは撮れなくても音声がありますそこに同席した何者かが後日のためにそれをホールドしてあったことでしょうそしていろんなががりがある中で おそらくこの大物タレントに何かね脅されたか嫌われたか何かの騒動が起きて「こいつめお前足元すくっちゃうわけな」みたいな感じで「しめしめ8年前に撮っておいたこの音声が役に立つんじゃないかなということで当時の女性とコンタクトを取ってそれを「週刊文春」に流して長い打ち合わせの末記事を書いて公表しようということにしたんじゃないかなと思いますよね。NHK とのね立花隆さんが20年ほど前に NHK のライブ告発してるんですよ。 で、基本的に文春ってね NHK でもできないテレビメディアでもできないようなことをどんどん告発して切り込んでいくんですよで事実無根のことはほとんどありません多分本当のことばかりでしょうただ事実ではあるんだけどもその後でいろんな闇の勢力に屈してこれは誤認でしたということでね裁判でもきっちりと負けてあげるっていうふうな距離の取り方もしてるんですよそのの意味で言うとものすごく 上手にやってますねゴシップという体を取りながら本当のことをどんどん打ち込んでいくわけですよ。でやばいなと思ったらこれはゴシップでしたということで万歳するそういうふうなね逃れ方も文集っていうのは心得ているということなんですよ。ただやっぱりこの記事に上ることっていうのはあ全て権力者側とか規則,規則権益ですかこういったものに対する挑戦ですからね、えー、そういう揺るぎない姿が。 多くののファンを文集っててものにつなぎ止めてるんでしょうやっぱね腹が座ってますよ肝が座ってますよここはほんとすごいなと思いますよ、うん、この操作能力とかね腹の座り方っていうのは NHK なんてねあの毛ほどにもいかないですね NHK に受信料払うぐらいだったらこの「週刊文集に定期購読をした方が絶対にいいです。えということで今回第2弾第3弾第4弾第5弾とねどんどん いいものが出てくると思います島田杉介が芸能界からね追いやられたようにそして今回もジャニーズがああいうことになったようにね結局真実は暴かれる時代に入ってきたってことじゃないですか8年前といえばこっそりと録音することは十分可能な時代ですしかも何かにつけて録音録画っていうまだそんな先入観がない本当にうまいタイミングだったと思うんですよあのホテルの VIP ルームで 乱チキ騒ぎをしたメンバーの誰かが自分の立場が悪くなった時に自分だけに罪を引っかぶさられてねトカゲの執筆にならないようにきちんと証拠を取っておいたその狡猾さそして芸能界ってところはそんな形で人を追い落として自分が浮かび上がるそんなことを繰り返してきたわけなんですよ随分昔の話になりますけどもダウンタウンにもね強力なライバルがいたらしいんですけどもそこをもみ消して出さないようにして 駆け上がったっっていいう、まあ、そんなな話も一時期あったじゃないですかジャニーズ事務所に対して沖田博之さんっていう売れっ子のね俳優さんがいたんですけどもジャニーズの圧力でどんどん仕事を奪われて、えー、そしてこの沖田博之さんはその後お亡くなりになるんですよ、うん、これも誰の差し金かなっていうふうに長年わからなかったわけですけども 昨今ね、それがだんだん明るみになってきたということですで芸能界っていうのは暴力団組織と一体化してますしそれから政治家とも一体化してますからあ何でもやったりなんですよね、うん、だからやっぱこう先に権力を持ってルールを作る側に入ってしかも放送権っていうのを持ってますからねなかなか厄介ですよインターネットもっ,とってものがよっぽど私は正直だと思うんですねこの YouTube で喋ってる人の方が よっぽど正直だと思いますやっぱりね立場がある芸能人とか言えないわけですよおぎやはぎとかねナインティーナインとかね知ってても言えないでしょ自分の仕事があるし自分の仕事に関わる人に負け添え食らわしたくないから結局はだんまりするわけですよでも私たち一般人はそれこそ立場は弱いですけども単なるゴシップと想像で言いましたっていう逃れができますんで本当のことが言えるわけですよね まあ、こういうふうなバランスですよ。芸能界の闇、いってらっしゃい。